はい、どうもタンタンです。今日はこちらカニレアのカスタムモデルをご紹介したいと思います。こちらですね、こんな感じのカスタムインレイが入れられた一本でございます。まあ、なんといっても特徴はまずヘッドですね。このコアリーフ、こちらをかたどりましたインレイ、緑とこのコアかなインレイ入れられてまして、カニレアのロゴマークもこのグリーンで入っております。そして各ポジションマークですね、ここも葉っぱ、こちらコアリーフをモチーフにしてまして、全てこのグリーンで統一されております。さらにはポジションマークですね、これもね同じく、はい、グリーンで入れられております。そしてボディはね、もちろんマスターグレードのハワイアンコアですね。サップも入って非常に綺麗な、はい、材になっております。しかもね、すごくこう特徴的な木目ですよね、この個体、はい、でこの個体の一応シリアルモデルがカスタム C というモデルなんですけれども、シリアルは25362ですね。はい、こういった個体でございます。非常に艶っぽくなってくれる一本かなと。ボリュームもすごくありますし、さすがカスタムモデルといった印象ですね。これだけのなりでしたが、うん、スタンダードグレードよりもよりこうきらびやかで艶のある、そんなサウンドがお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。そしてもちろんね、この木目も非常に美しい、はい、一本でございますので、さすがカニレアの、ね、カスタムモデル。あんまりね、あの普段でもマスターグレードのコアとかを使ったりするモデルがあるのであれなんですけれども、このカスタムモデルとなるとまた、カニレア一味違った雰囲気になってきますので、こうそうそうオーダーもね難しいですから、カニレアのもう最高峰モデルをね探してた方なんかはぜひご検討いただきたい一本じゃないかなと思います。はい、ということでこちらカニレアの、こちらコンサートサイズで、モデル名としてはカスタム C ですね。コアリーフを、インレイにこういった形で入れた一本となっております。はい、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。